留学生入試を受験希望される方、こんにちは。これから広島大学の概要と留学生入試の説明を行いたいと思います。広島大学は東京から飛行機で1時間半、また新大阪から新幹線で2時間のところにあります。キャンパスは3つあり、メインとなる東広島キャンパスは東広島市、また、霞キャンパス及び東千田キャンパスは広島市内にあります。2019年 QS の世界大学ランキングによれば、広島大学は国内で12位の位置の大学となっています。また、世界においての大学ランキングにおいては321位となっています。このように非常に高い学力の学生が広島大学で学ぶために入学しているということがわかります。先ほどご紹介しましたように、広島大学は3つのキャンパスから構成されています。メインのキャンパスとなる東広島キャンパス、また、広島市内にある東千田キャンパス、そして霞キャンパスの3つです。学部生は1万2000人、大学院生は3500名、大学教職員は1700名となっています。広島大学はスーパーグローバル大学トップ型の採択大学となります。スーパーグローバル大学とは、英語による授業科目を増やしたり、また、皆さんが海外の大学へ留学するときに、その留学者数を増やしたりといった国際化に関わる取り組みを行っている大学です。広島大学では72の国及び地域から1650名の留学生を受け入れています。アジアからは1474名と最も多くの学生が来ています。また、遠くアフリカからも52名との学生が集まっています。このように近隣諸国だけではなくて、遠くアフリカからも広島大学で学ぶために留学してきているということがわかります。広島大学には12の学部と、その下に43の学科類コースというのがあります。また、合わせて4つの研究科があります。こちらがその4つの研究科となります。日本の大学の修学年限でありますが、学部の場合は4年間、また、修士課程は2年間、そして博士課程は少なくとも3年間というふうになっています。大学の入学検定料、授業料について次にご紹介します。学部生の入学検定料は3万円、また、1年間で授業料は53万5800円となっています。大学院生についても同額です。研究生については、入学費用は9800円、授業料は1ヶ月2万9700円となっています。これらの授業料及び入学料というのは、私立大学と比べて非常に安くなっています。広島大学は中国地区に位置しておりますけれども、毎月々の生活費は12万3000円かかります。これは国の平均である14万円と比べてかなり安くなっています。このことから、広島大学では国立大学であるということ、また、生活費も他の地域と比べて安いということ、以上のことを考えると、経済的にも広島大学で学ぶというのは効率的であるように思います。広島大学では日本政府からの奨学金があり、広島大学では37%の学生がこの奨学金を受給しています。次に、入学手続きについてです。入学手続き期間は12月20日から1月の5日の
午後5時までとなっています。いずれも日本時間です。試験日が2つタイプがあり、1つ目のタイプが2月25日および26日、2つ目のタイプが3月12日。そして結果が1つ目のタイプの方が3月の8、2つ目のタイプの方が3月の20日となっています。入学手続き期間が1つ目の方が3月8から15日、2つ目のタイプの方が3月20日から25日となっています。出願願書の内容ですけれども、入学申請書、日本留学試験成績、高校成績証明書、英語民間試験の成績証明書、そしてパスポートの写しという5つのものを揃えて出願していただく必要があります。出願資格についてですけれども、日本の国籍を有しないもので、志望する学部学科などが指定した2020年の日本留学試験の及び本学が指定する英語民間試験の両方の受験を要する教科科目を受験したものというふうになっています。各学部における日本留学試験及び本学が指定する英語民間試験の要件についてです。学部及び学科によって異なりますが、例えば総合科学部、総合科学科ですと、2021年度日本留学試験の日本語の得点が280点以上であるということ。2つ目が、本学が指定する英語民間試験のスコア、等級が令和4年度外国人留学生試験で CEFR の B1 以上であるということとなっています。これらのことは学生募集要項に書いてありますので、詳しくはそちらをご確認ください。また、医学部保健学科では2021年度日本留学試験の日本語の得点が40点以上であり、受験を要する科目の合計点が480点以上であるということが条件の一つ目となっています。また、本学が指定する英語民間試験のスコア等級が令和4年度外国人留学生選抜で B1 以上であるということが条件となっています。先ほどのスライドのところで、英語民間試験の要件として、CEFR の B1 以上とご説明いたしましたが、例えば、英語民間試験ですと、2級以上のものとなります。また、GTEC ですと、960点から1189点、IELTS ですと、4.0から5.0となります。次に留学生入試の試験についてご紹介します。1つ目は広島大学個別学力検査、2つ目は日本留学試験、3つ目は英語民間試験。これら3つを受験していただく必要があります。次に日本留学試験での履修科目についてご紹介します。こちらについても学部及び学科によって異なっています。一例として、総合科学部の総合科学科、文化系コースでは、日本語、総合科目、数学コース1を受験していただく必要があります。また、文学部につきましては、人文学科で日本語、総合科目、そして出題言語は日本語を選択しなければいけません。このように学部、学科によって異なっていますので、詳しくは学生募集要項をご覧いただけたらと思います。次に、広島大学の個別学力検査についてご紹介します。先ほどご紹介した日本留学試験に加えて、広島大学で
個別学力検査を受ける必要があります。例えば、総合科学部の文化系ですと、広島大学の個別学力試験において、英語及び小論文が課せられています。外国語は600点、小論文が600点となっています。また、理科系のコースでは、数学1、数学2、数学3、数学 A、数学 B の中から選択、また、物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2科目を選択して、数学は400点、理科は500点、それに面接があります。これらを総合的に判断して、合否を決定していきます。次に教育学部ですけれども、広島大学の個別学力検査において、国語総合、現代文 B、古典 B、数学1、数学2、数学 A、数 B から2科目を選択となっています。国語は400点、数学は400点。そして、英語、外国語については400点となっています。これに、小論文300点、加えて、総合的に合否を判定していくことになります。広島大学の入試や学生生活に関する情報につきましては、中国語でも発信していますので、こちらのサイトをご確認くださるようにお願いいたします。また、試験の内容や試験の実施日など、重要な試験に関する事柄が書かれている学生募集要項については、必ず受験までに読んでおくようにしてください。こちらについては、紙媒体での配布は行っていませんので、インターネット上から広島大学学生募集要項と検索していただいて、PDF でご覧いただけたらと思います。次に大学院入試についてもご紹介します。大学院に入るためには、大学院の修士課程に入る方法と研究生として入る方法の2通りが大きくあります。また、入学時期も4月の入学。こちらは、出願時期は11月。また、10月入学で5月出願という2つのタイプがあります。4月入学については、試験は1月から2月頃。10月入学については、8月から9月頃に試験が行われます。大学院入試の出願書類ですけれども、大きく5つあります。入学志願票、成績証明書、卒業見込み証明書、推薦書、そして研究計画書となります。次に、研究生として入る場合の出願書類についてご説明いたします。外国人研究生の許可願い、履歴書、卒業見込み証明書、成績証明書、追跡書、健康診断書が必要となります。大学院での試験は、専門分野に関する試験と、語学に関する試験、日本語もしくは英語となります。そして、研究計画書に基づいた面接、以上の3つから総合的に合否が判定されます。以上が広島大学の概要と留学生入試の説明となります。皆様方と広島大学でお会いできることを楽しみにしています。